アイヌ料理はアイヌ民族の伝統的な料理。ここではアイヌの食文化全般を解説する。アイヌ民族の食文化は、魚老や狩猟で得られた鮭や鹿、山野の採集で得られた大奪いゆりの林慶や、どんぐり、山菜、畑で栽培された雑穀やジャガイモなどを素材とする。特徴としては、油脂をふんだんに使った味付けが挙げられる。調味料は塩のほか。 魚や獣の脂肪を用いた。金星以降は、味噌も使用された。また、昆布や動物の骨、魚の焼き干しを使って、出汁を取る文化を持っていた。香辛料としては、餃子ニンニクや木肌の実、種付け花を利用した。油酒量は、生花晩花を除いて一年の大半の時期に行われ、湯、キムンカムイ、イソポカムイ、モユ、チロヌ、ホイヌ、ルオなどの獣。 クミルイ、クスイエ、コペチャ、パラケウ、アマメチリなどの鳥類を買った。このうちでは鹿が最も主要な獲物であった。王子の北海道には想像を絶するほどの数の鹿が生息しており、鍋を火にかけてから狩りに行くという言葉もあったほど簡単に売ることができた。クマやタヌキなどの狩猟の対象となる動物をアイヌはカムイが人間のために 毛皮と肉を土産に持ち、この世に現れた姿と解釈していたが、鹿に関しては、天空に、湯をつかさどる神、湯あって神がいて、大きな袋から人間のために投げ下ろしていると理解し、それ、自体に、神格は存在しないものとしていた。あまりの数の多さゆえ、ありがたみが薄れたものらしい。北海道東部、本別町、阿蘇路町、 知らぬ課長の境にまたがる標高745メートルのウコタキヌプリは、土地のアイヌからユランケヌプリと呼ばれ、山上で雷鳴がとどろく際は、天から神が鹿の入った袋を投げ下ろしているとの伝承があった。周辺の住民は、この山にイナウを捧げて、両運を祈った。イナウで飾られたヒグマの頭骨。人間に飾られることで毛皮と肉の恵みをもたらす。ヒグマは、 キムンカムイとして存するされた。神が展開で蘇ることを願い、鼻先の部分は皮を剥ぎ取らない。熊は春先に冬眠から冷めたところを狙い、こもる穴の入り口を塞いでから槍でつく。夏場には矢に毒を塗った仕掛け弓、甘っぽを獣道に仕掛けて捕らえる。仕掛け弓から発射される矢には、スクの毒が塗られているが、矢が刺さった箇所の肉を、 握り拳の量ほどえぐり取って捨てれば、他は食べることができた。アイヌが、キムンカムイとして存重するクマの肉は、他の重肉とは別格とされた。アイヌ語で、肉は、カだが、クマ肉に限っては、カムイハルと呼ぶ。調理の際は、女に調理させない、他の重肉と一緒に煮ない、煮る際、鍋に蓋をしないなどの戒律が守られる。中華料理のクマの手のひらのように、 ウレハルは特に珍味とされた。鹿は、毒や漁の外、崖から追い落として捕らえることも行われた。熊で干物を作る海に、丸木船を漕ぎ出し、リアタマモリで、タンヌ、エタペ、トゥカ、ウネウなどの怪獣やシリカ、キナポ、サメなどの大型魚類を捕らえ、網や釣竿でエロキ、サマンペ、イワシ、エレク、チマカニ、コマイ、トキカ、ウッタなどの小型魚類を捕った。 アザラシ、カラフトアイヌはその死亡を料理に多用した。巨大なフンペは丸木船や森で仕留めることが難しいため、海外に漂着するヨリクジラは大変な自然の恵みだった。白老から日高市町にかけての地域には、盲目の老婆がヨリクジラを見つけて、村人と喜びつつ分け合う様を表現した寸劇、クジラ踊りが伝わるほか、北海道各地に伝説がある。 蒸気の例を見ても、よりクジラの恵みがうかがえる。ただ、波の静かな噴火湾では、古くから、鳥かぶとの毒を塗った森による捕鯨が行われていた。沿岸部のコタンは、海の恵みで潤っていたが、やがて場所を見合によって住民は、和人商人が経営する漁場に隷属されることとなり、困窮の道を歩む例が多かった。川漁では釣り、網漁、うらい、ラオマなどの方法で、 カムイチェ、イチャニユ、スプーン、トゥクシ、チライ、ユペ、スサ、イチャンコ、チッポロケソ、ランパラなどの魚類を捕獲した。北海道固有のイワナの一種、オショロコマ川の漁で得られる恵みでは、秋になれば、川を遡る鮭が最も重要な資源だった。アイヌは鮭を、カムイチェ、あるいは、シペと呼び、魚気が近づけば、天空の天の川を見上げて、天の石狩川、 天の手塩川など、その地一番の大河になぞらえ、どこが一番濃く見えるかで漁の法境を占った。白老い、り別では春先に、拳が下向きの花をつけ、凶気に頭がはげた、パクを見れば、豊漁の兆しとして喜んだ。豊漁祈願として、川の神を祀る祭礼、ペッカムイの実を模様し、鮭が上りやすいように川の周辺から苦い樹液の樹木を取り除く。 やがて最初に登ってきた鮭を、稀で丁寧に捕獲し、それを神に捧げる、アシリチェップの実を行い、イナウトトノトと、ノとともに、アペフチに捧げて祈った。鮭は、回転式の森、稀でつくか、裏で捕らえ、水量のあるところでは二層の丸木船の間に網を、張ってこぎ、鮭を追い込む、やーシリょを用いた。天空の W 字型をしたカシオペアザワ二層の船と、 神に似ていることから、アイヌは、ヤーシノカと呼ぶ。暴れる鮭はそれ専用に作られた、神聖な棍棒を、イサッパキニで打って止めを刺す。これには、いけしめと同等の効果があるとされる。鎌などで引っ掛けることは神を冒徳するものとされた。漁期には、物意味が守られ、生理中の女性は川に近づくことを許されなかった。鮭は、加工の古端で独り占めはせず、 上流部へも行き渡るように節度を持って取る。そしてチポヤウを持ったうまい鮭を狙うのではなく、産卵を得て弱った鮭、ほっちゃれを重点的に取った。来年への資源確保も重要だが、脂肪が抜け切ったほっちゃれの方が保存に向くという事情もあった。白尾市長アイヌ民族博物館での殺ッ作りこうして取られた鮭は一部を 当座の食用に回す田はすべて保存食に加工した。腹を裂いて内臓を取り除き、古外の物干し棚にかけて乾燥させる。屋内のいろりの上に吊り下げて燻製にする。あるいは雪の中に埋めて凍らせる。乾燥酒をサッチェ、もしくはアタッと呼ぶ。食べる際は水で戻し、魚油を加えて旨味を足しながら煮込む。凍らせた酒が、 現在の北海道で郷土料理として有名なルイベである。食べる際は、まきりで大まかに切り分け、柳の串に刺してから火に炙って溶かし、少量の塩で味をつけて食べる。塩は交易でのみ得られる貴重品なので、保存料として大量には使えなかった。アイヌの伝統的な食文化に、塩引き酒、荒巻き酒は存在しない。北海道各地に、熊牛、 熊石などの地名があるが、これらはアイヌ語の熊ウに漢字を当てたものである。王子は豊漁の地で住民が修魚作りに勤しんでいた様が伺える。海浜採集でホタテ、アサリ、ホッキ、ナマコ、昆布、ワカメなど魚介類や海藻類が採集された。特に昆布やナマコは長崎貿易で日本側が俵物として 新国に輸出する貴重な物産であり、和人との交易品として重要だった。しかし17世紀半ば以降の交易は不平等なもので、干し酒100尾が米一生、背負いきれないほどの昆布が冷や飯一晩という例すらあった。餃子ニンニクの芽生え汁物の,の具として好まれる二輪草。葉の形は独創の鳥かぶとと似ているため、最終には 注意を要する狩りや川漁が男性の大切な仕事ならば、山野での山菜、果実採集はアットしより、子育て、農業とともに女性の大切な仕事だった。雪が溶けて木の芽が芽吹くや、女性は、さらにと、目の細切り、板に、湿ったお手に、山野へ繰り出した。春一番でエは、プクおはうきな、アンチャミ、ピート、のや、マカヨ、ソマ、シケピエキナ、 ここに、メンピロ、ム、トム、プイを採集し、初夏になれば保存食として重要なトレプを大量に採集する。マウ。アイヌ語では旧暦7月をモマウタチュ、8月をシマウタチュと呼ぶ。アイヌ語ではユックカルシ、カムイカルシと呼ばれるマイタケ。和人との交易品として重要なので、日本語名、マイタケも早くから広まった。秋に至れば、 好みがなる。マウ、ペロやニセウ、や、ネシコ、ハッ、クッチなどである。さらにカルのタグイも重要な食料だった。特にユカルは味も良く、和人との交易に出せば優位な取引ができる。そのため発見した際は、その周りで踊った後に、音噛みしながら取ったという、ペカンペの大産地として有名なトロコ。 騎の実の争奪戦が行われた後の伝説も伝わる。古生の沿岸に営まれる古丹では、栗に似た味のペカンペも重要な産物である。秋になると古生になる実は、ラタケノグ、神への供物となる上等な食物である。特に、釧路川流域の道路湖は、ペカンペの大産地として知られ、沿岸にはその恵みゆえに、個数の多い古丹が存在した。昭和中期まで、 この地では秋になると、ペカンペの恵みに感謝する神事、ペカンペカムイの実が、おごそかに取り行われ、これが済んでから収穫を行っていた。狩猟漁老民族であるアイヌが、植物のために行う神事は、北海道でもここだけで、大変珍しい例である。しかし、豊富な脂の恵みは集奪の的でもあり、湖畔にはペカンペの争奪戦に備えたと伝えられる茶師が、存在する。 山菜類は茹で上げて、アクを抜き、おはうのぐやらたけとする。そして最も大事なのは、乾燥加工だった。一年の半分を雪に覆われる北海道では、冬季は必然的に青物不足をきたす。それは活気や解決病につながり、死を招きかねない。そのため春から夏にかけ大量に採取された山菜類は、大鍋で茹で上げた後にご座に広げて、 天日乾燥し、ポロサラニに収めて、冬に保存した。江戸時代後期、ロシアの侵攻に備えた沿岸警備のため北海道で越冬した和人は、米と味噌を中心とした和食に固執したため多くの物が格気による不守に倒れた。1807年に、オホーツク海沿岸のシャリ軍で発生した津軽、阪市柔軟事件では、在住の津軽阪市104名のうち72名が、 数ヶ月のうちに死亡している。しかしアイヌは乾燥保存した植物や、冷凍保存した、牛肉、魚肉を食べて、ビタミンを摂取し、過酷な冬を乗り切っていた。どんぐり汁は茹でて、アクを抜き、シトやら竹に加工する。スズランの実。食用にならないため、チロンヌフレと呼ばれる。山菜類の中で最も重要なのは、プックサだった。 冬枯れの中で一番に緑濃い茎を出し、食欲をそそる、ニンニク臭を漂わせる。それはまさに春の喜びであり、女性たちは三夜に繰り出して採集する。採集の際、問題となるのがセタプクサの存在である。スズランの芽生えは、行者ニンニクと酷似しているが、独創である。したがって、アイヌ民族は、スズランの芽生えを、セタプクサ、スズランの実を、 チロンヌフレと呼んで意味嫌う。独創をより分けながら採集されたプックサは茹で上げ、ジューシーや塩であえて、食べたり汁のみにする。炊いた、菜の湯気には薬効があるとされ、風の際は蒸気を浴びた。さらに特有のニンニク臭は魔物を寄せ付けないとされ、天然痘などの伝染病が流行した際は、村の入り口に掲げ、病魔の退散を願った。 西洋の吸血鬼よけにニンニクを使う風習と相通じるものがある。日本語の北海道方言で、プクサをアイヌネギというが、その名はまさにアイヌ民族の木から来ているのである。日本本土ではほとんど利用されない種付け花は、酒と相性が良いとして、湿壁なのなので、酒料理の香辛料にされた。北海道弁では、アイヌワサビと呼ばれる。そして、トゥレの球根。 そして、それから抽出される澱粉である。これに関しては口述する。メンク木製の踏みすきで耕す。1937年に絵葉書き用に再現して撮影された写真。穀物の制白、製粉に使われた薄。上には麦が伏せられている。穀物を収める高床式倉庫、プー。明治時代初期に北海道を訪れたイギリス人の旅行家。 イザベラワードのスケッチより、アイヌ時代の前段階である10世紀頃の薩門時代、さらにそれ以前の俗城門時代から、すでに北海道でも農耕が行われていた。札幌市の作詞ことに川流域や、浦幌町中勝田で発見された11世紀の薩門遺跡からは冷え、あキビなどの雑穀類が出土し、小麦や大麦も確認されている。さらに、 オホーツク海沿岸地方で、同時期に栄えたオホーツク文化においても、あわ、ひえ、大麦の栽培が確認できる。しかし12世紀から始まるアイヌ時代に至って、農耕は縮小する傾向にあった。これは、寒冷な気候ゆえに農耕を諦めたというより、本州との交易用の補修をや毛皮調達のため、狩猟、魚老に重きを置いた結果らしい。 さらに17世紀後半の釈社員の乱以降、アイヌとの交易を自身の都合よく進めたい。正さ藩はアイヌが農業で自活しないよう、加えやすき、釜など鉄製農具の流通を制限していたことも理由として挙げられる。アイヌ語で農業を問いたと呼ぶ。江戸時代後期の和人の気候文や明治期の学者によるアイヌへの聞き取り調査によれば、農業は女の仕事であり、 片手間に行われるようなものだった。まず川の沿岸で樹木や雑草の少ない土地を見定める。その地に所有権を主張する意味で十文字に組んだ木、食いたくペを立て、数日のうちに開墾整地すれば、一年限りで土地の所有権が認められる。開墾は樹木を伐採して焼き払う焼き畑ではなく、問いたいよっぺという葉を暗曲させた鎌で草地を投げ払い。 土ごと刈り払って整地する簡単なものである。一個あたりの高地面積は、安政年間の都立場所や門別場所で30坪ほど、気候が温暖な日高地方でも4ターンほどだった。畑には、ピアパ、メンク、ムンチロ、蕎麦、アタネを巻き付ける。時代が下ってからは、豆類、さらにジャガイモ、カボチャなど新大陸原産の作物も、栽培されるようになった。雑穀類には、 アイヌ語名がついているが、豆、ジャガイモ、カボチャは、アイヌ語でもそれぞれ、豆、芋、エモ、カンボチャであり、時代が古くないことがわかる。記録によれば、完成年間に、モガミ特内が、エゾ地に種芋を持ち込み、アブタグンのアイヌに栽培させたのが北海道における、ジャガイモ栽培の起源だという。一方、千島やカラフトのアイヌはジャガイモを、ヌチャトマと呼ぶことから、 アイヌ世界におけるジャガイモの電波には、北方と南方、二つのルートが存在したことが伺える。一年の工作の中で豊作を祈る予祝芸能などの儀礼は行われないが、発種の際には種もみを野鳥の卵に浸してからまく。これは野鳥の生命力にあやかって、作物の生育を祈る信仰である。また、格好やカモノス、蛇の抜け殻を保持していれば、 豊作に恵まれるとの伝承もあった。実際の農作業では畑に畝を切らず、肥料は、下越えは言うまでもなく、肺、腐葉土の類まで、大地を汚すとみなされて施されなかった。除草もそれほど行われなかったため、秋の収穫量は大したものにはならなかった。ただ、広大な北海道は地方によって気候にも差がある。温暖な道南や日高地方を会いぬ文化圏において、 最も工作が盛んな地域であり、幕末期にこの地を旅した、松浦竹四郎は著書、土の絵馬東西映像山川散り取り調べ日誌に、向川の蝶が3年分の穀物を蓄え、捕別の蝶が年に35票の雑穀を収穫し、あつまでは一般の家庭でも、冷えや泡を年に10票以上収穫していたことを、記している。さらに、日高地方では、 畑の炭のぬかを捨てる場所が神聖な場所とされていたなど、農耕神の存在も伺える。反対に慣例で、農耕に適さず、外界との交流も少ない道北の内陸に住む、アイヌは、農業の基本すら知らなかったらしい。明治中期、役人がこの地域のアイヌに、農業の普及を図り、これを土に埋めれば美味しいものが増えると、ジャガイモの種芋が詰まった俵を渡し、 簡単な説明をして帰った。ところが秋になって裁縫してみると、シャモに騙された。とひどく機嫌が悪い。よく聞き合わせてみると、種芋はたわらごと土に埋めたので全て腐ってしまったという。秋に至って実った穀物は、ピパと呼ばれる川真珠貝の貝殻から作った道具で、一つ一つ北び狩りにされる。この収穫法は、弥生時代に本州などで、 石棒王朝を使って行われた稲の収穫と告示している。このようにして収穫された穀物は乾燥された後、プーに収められ、必要に応じて、ニスで、生白、生粉し、サヨや、死と、とのとに加工される。株やじゃがいも、かぼちゃは、チルノ具、ラタケの材料となった。さらにじゃがいもは、冬の寒さを利用し、ポッチェイモという保存食品に加工した。 稲作は行われていなかったが、米は、薩門時代から交易で入ってきていた。北海道各地で発見されている、青森県五所川原産の水液は、米を移出する際の容器として使われたものと考えられている。アイヌ語で、米は、真の穀物を意味する、シヤマの語で呼ばれ、大変に贅沢な食品とされた。江戸時代前期、徳川光国が江戸地に使わした。 海風丸の乗組員は、石狩川流域のアイヌとの交易で、生酒100匹に大使米1と2章を差し出している。しかし時代が下がるにつれ交易は、アイヌ川に不利となった。完成年間には、エゾ病と呼ばれる八章入りの俵1個を得るために、アイヌ川が出す物品は、干し酒なら100尾、ニシンならば1200尾だった。木は、江戸時代後期から栽培され、 汁物や刺身の薬味に使われた。時代が下るにつれて、和人の営む魚場を通じて、野菜類も順次北海道に伝来した。安政3年に、北海道の日本海側からカらふと、オホうツク海の沿岸地域を抜粧した探検家、松浦武四郎は、道南地方の沿岸は言うに及ばずしり、ところ、あっけしなど、気候寒冷なオホツク海沿岸の地域に至るまであは。 ヒエなど、雑穀、さらにジャガイモ、大根、インゲン豆、キュウリ、カボチャ、木など、各種の作物が小規模ながら栽培されている様を記している。食用植物以外にも、繊維用の麻や、思考用のタバコが栽培されることもあった。アペオイで、すべての調理が行われた。7世紀から12世紀頃にかけて栄えた、薩門時代の縦穴式住居は、 家の中央部にいろりが切られるとともに壁際には沿道が備えられたヘッツイが設けられ二滝の一翼を担っていた。しかし12世紀頃を起源とするアイヌ文化時代に至るやなぜかヘッツイは廃れた。この理由はよくわからない。滝木が貴重な寒冷地ゆえ、その浪費を避けるために家の中心の炉に暖房、照明、調理を集約したためかもしれない。 アイヌの住居地勢は、地面を踏み固めた上に、藁やご座、毛皮を敷いて、床とした平地式住居で、その中央に、木尻石を書いた大きな囲炉裏が設けられていた。この囲炉裏に数個の、手話、が下げられ、そこに和人との交易で得られた大将の、衆が掛けられている。マキり。山菜の採集や魚の処理、調理に使われる。アイヌは、 和人や二部譜と同様生食を好み、素材の新鮮さを最大限に生かした刺身や肉、魚のたたきが大変に好まれていた。加熱調理については、炉の直火と鍋のみで可能な調理法、すなわち、炙る、焼く、煮る、茹でる、灰の中での蒸し焼きである。場所を受けなどで、アイヌが和人の食文化に接する例もあったが、彼らが、かまどや、釜、ま、 生炉など新たな調理具を取り入れることはなかった。アイヌ文化では、大馬ゆりの絞りカスから作った保存食品、オントゥレヤとのとを除いて、発酵文化が発達しなかった。しかし和人から購入した味噌や日本酒、醤油は、自らの食文化に取り入れていた。牛肉や魚肉、山菜、野菜を鉄鍋で煮込んだ汁物。単なるスープにとどまらず、 鍋料理とも言えるほど、具だくさんの汁物で、主食が存在しない、狩猟、魚老民族であるアイヌの食生活の中心をなす、料理だった。北海道の郷土料理として名高い石狩鍋、三平汁の起源とも言われている。具材に特に決まりはないが、大体以下のような方法で調理される。鍋に水を張り、重骨や小魚の焼き干しを入れて、火にかけ、出汁を取る。 大まかに切り分けた肉、魚を入れて煮る。缶肉、缶魚の場合は、時間をかけて煮る。肉や魚のクは一種の薬効成分と考えられているので、取り除かない。野菜は根菜などの煮えにくいものから入れ、次に繊維の多い山菜、そして葉物野菜を入れる。それらが柔らかくなるまで煮込む。動物性脂肪、魚油、少量の塩で味を整え、 最後に、風味付けとして、焼き昆布の粉末、乾燥させたプクサを振りかける。肉の悪が気になるようであれば、後から入れる野菜や薬味に吸わせる。中心となる具材からそれぞれ、チェップをハう、カオハう、カムイをハう、キナをハうなどと呼ばれていた。二輪草は、汁と相性が良いため、オハウキナと呼ばれ、具材として特に好まれていた。直訳すれば、混ぜたもの。 山菜や野菜、豆類を柔らかく、汁気がなくなるまで煮込み、軽く潰してから、重視ーー、魚油、少量の塩で味を整えた料理。日常食としても作られるが、儀式の供物や振る舞いには欠かせない、晴れ食である。使用する材料によって限りない種類がある。なお、知恵といで、山菜類を和えた食品も、珍味として好まれていた。ピアパやシアマムで炊いた。 薄い粥。大抵は穀物のみで炊かれるが、山菜などを炊き込む場合もある。農耕民族のような主食としての粥ではなく、っこい汁物や焼肉、焼き魚で腹を満たした後、口直しとして茶のようにすすられるものである。そのため油気が混じらないように、それ専用の小鍋で炊かれる。盛り付けの際も、スクユカス走る用とは別のサヨカスを用い、 汁の味が混ざらない容器を配った。穀物の利用は薄いかゆが中心だったため、一人あたりの穀物消費量は1ヶ月で1升。5人家族でも年に6とあればことたりた。この作用には以下の種類がある。地世内部に飾られた湿気類。儀礼の際は人や殿とを盛り付ける。団子。名称の使徒は台話言葉で。 ペースト状にすりつぶした生の穀物や団子を刺す、しとぎと同系統とされている。かつて穀物の製白や製粉を薄による手作業でこなしていた時代は、その手間ゆえに贅沢な食品であり、日常の食品としてよりも、イオマンテやイチャルパその他、晴れの日の穀物やご馳走して作られることが多かった。材料は、メンク、ムンチロ、シアマ。メンクで作られたものを本式とする。 時代が下がれば、絵も、かんぽ茶も、材料として加わった。日本の草餅と同じく、野屋を混ぜ込んだ、野屋しとも春の味として好まれていた。作り方は、以下の通り。清白された穀物を、一晩水につける。水から揚げた後、一晩水を切る。穀物を薄に入れ、数人で歌うポポを歌い上司を取りながらついて、粉にする。 出来上がった粉を湯で練り上げ、直径7、8センチ、厚さ1センチほどの大きさに丸める。大鍋に沸かした湯で、鍋底に焦げつかないように注意しながら茹で上げる。茹で上がった人は、蜘物にするならばそのまま新こ、パッチ、おっちけに盛り付けるか、水着の串に刺した巨大な串団子、に、お人にして神前に捧げる。人間が食べる際は、ちっぽ 半潰しにしたものか、焼いた昆布を砕き、油で練ったタレをつける。人の食品としての歴史は古く、厚間町で発見された、薩門時代の遺跡からも合わせのお団子が発見されている。一方で、アイヌの伝統的な食文化に蒸した穀物を薄でつき、潰した餅は存在しなかった。アイヌが日本式の餅に接したのは、芭蕉家を遺勢などで和人の往来が増えた。 江戸時代後期以降である。したというアイヌ語を訳すれば、したその名の通り、魚の叩きである。以下は、代表的な作り方。鮭のあら、頭、白子を、板谷に乗せ、なたのような重みのある刃物で刻み、叩く。ペースト状になるまで叩いたら、木、麺ピロ、プクサのみじん切りを薬味として加える。焼き昆布と塩で味を整える。鮭以外でも、 スプーン、ウッタ、イチャニウ、チマカニなどあらゆる魚、さらに油、キムンカムイ、モユ、イソポカムイ、さらにルオなどの重肉も刻んで薬味を加え、チタタに加工された。多い竹物の肉は硬いことが多いので、チタタに加工すれば食べやすい。食品が傷みにくい陶器には大量に、チタタを作り、数日間かけて食べた。これらチタタの鮮度が落ちた場合は、つみれのように汁に入れる。 イオマンテの際は、熊の脳の叩たたき、血のいペコタタが作られる。材料は、熊の頬肉、脳みそ、木、塩。儀式で飾り付けた熊の頭から、脳みそを取り出し、あらかじめ茹でて刻んだ熊の頬肉と混ぜる。薬味として、木を効かせ、塩で味付けする。熊送りの際しか作られない貴重な料理なので、量も少ない。儀式を司る、古壇の有力者から、 手のひらに直に歌しされる。1952年、旭川近文アイヌの長、河村兼人から、この料理を振る舞われた、動物学者の犬飼い哲夫は、熊を神とするアイヌの信仰から来る心理的影響が、大きいからで、我々には通用しない味であると感想を述べている。北海道の郷土料理として、有名な、鮭とば、アイヌの保存食に由来すると言われる。 アイヌ語では星肉をサッカ、星魚をサッチェ、ニケルイ、アタッと呼ぶ。特に秋の鮭は当座の生殖用以外に大量に取られ、次に来る冬の半年を生き抜くための保存食に加工された。まず頭と内臓を取り除き、古外の物干しで乾燥させてから屋内に取り込み、いろりの煙に当てて燻製にする。夏のイチャニュや特殊は、ハエの害を防ぐため、 開いてから火で炙り、焼き干しに加工する。これら干し魚、焼き干しはそのままほぐして食べるか、水で戻して、汁の実、煮物として食された。産卵後の鮭で作った干し魚は、味が落ちるので、食べる際は魚油を加えて煮込み、旨味を足す。腹を開いた際に得られるやちっぽも乾燥して、保存し、おはうの出汁や作用に用いられた。重肉は、ごく新鮮なうちは、 肉から内臓まで生で食されるが、やはり狩猟の葉酒を考えて干し肉に加工される。湯、キムンカムイの肉を細かく切り分け、大鍋で軽く茹でる。汁気を切った後、色織りの上に吊るし、乾燥させつつ、煙を当てる。この作家はそのまま食べるか、自ら煮込んで汁物にする。トゥレから得られるデンプンは、アイヌ民族が用いる植物質の食品の中では、 穀物以上に重要な位置を占める。大ウバユリの葉これよりも多少成長した頃合いに、球根を掘り出す旧歴4月を、アイヌ語で、モキウタチュ、5月を、シキウタチュと呼び、この時期に、女性たちは、皿ラと板カニを手に三夜を回り、大ウバユリの球根を集める。集まった球根から、以下の方法でデンプンを採集する。球根から茎とヒゲ根を切り落とした後、 輪ペンを一枚一枚剥がし、きれいに水洗いする。輪ペンを大きな桶に入れ、斧の葉の峰をキネ代わりにして、粘りが出るまで突き潰す。その後で桶に水を大量に注ぎ、二日ほど放置する。数日経てば、桶の水面には細かい繊維や皮のくずが浮き、そこには澱粉が沈殿している。繊維くずは温トレを作るために取り分ける。 おけの底に溜まったでんぷんのうち、半液体状の二番粉と、粉状の一番粉を分離する。これら二種類のでんぷんは乾燥して保存するが、その前に、出来たての新鮮なものを料理して楽しむ。水溶きした一番粉を食ったや、輪っかくとなど、空洞になっている草の茎の中に流し込み、灰の中で蒸し焼きにしてくず切り状にしたり、二番粉を団子に丸めて、こコニやプニの葉で包んで、 灰の中で焼き、筋子やジューシを添えて食べる。乾燥して保存されたデンプンのうち、日常使用されるのは二番子である。団子に加工して、作用に入れる。一番子は贈答用や薬用で、普段は滅多に口にできない。なお、一連のデンプン採集作業の間、酒と色ごとに関する会話はタブー。デンプンが落ち着かなくなり、うまく沈殿しなくなるという。わけすれば、 発酵させたウバユリ。トゥレから澱粉を抽出する際、同時に集めた皮や繊維などのカスを発酵させて作った保存食である。以下の方法で作られる。大ウバユリの球根を潰して水にさらした際、水面や水中に浮く繊維や皮をイチャリで集める。よく水気を絞った後、ここにや柔っクトゥの葉で包んで3から10日ほど寝かせ、発酵させる。 この発酵作業をオンという。オンさせたものを渦に入れ、よく突き潰す。突き上がったらこねて、ドーナツ状に丸め、乾燥させる。紐を通し、炉の火棚に吊るして貯蔵する。食べる際は突き砕いて、水で戻し、団子にして、作用に入れる。ペネコ塩ム麦に芋とも呼ばれる、ジャガイモで作る保存食。北海道の寒さを利用した製造過程は、 南米の中尿と告示している。秋に収穫されたジャガイモのうち、形の悪いものや小さいものをそのまま戸外に放置する。やがて冬の寒さで、芋は凍り、昼になれば溶ける。この過程を繰り返すうちに、芋の組織は破壊され、ブヨブヨした手触りになる。このような状態になった芋を水につけて溶かし、そこに沈んだデンプンを取り出して丸め、暖かい場所に並べて発酵させれば、 キメの細かいジャガイモでんぷんができる。食べる際は丸めて、灰の中で焼き、ジュースや潰したチポをつけるか、かゆに入れる。近世の和人文化が広まった後は、サッカリンなど人工甘味料で味をつけてから油で、揚げるか、多めの油で焼いたものに、砂糖醤油や海苔を添えて味わうなど工夫が凝らされた。1930年代に行われたイオマンテで、神に酒を捧げる男性たち。 おっち系や高い皿の上に乗せられた一旦木の酒を、イクパスイで展開に届ける。右側には、仕込みに使われた、新徳が見える。アイヌ語で、酒を意味する言葉には、酒、殿と、アコがある。酒は言うまでもなく、日本語だが、殿とも、和人の有力者を意味する、殿から与えられた食べ物、飲み物の意があり、和人の影響下にある言葉とみなせる。 アイヌの酒は冷えを麹で醸した醸造酒で、見た目や味はどぶろくに酷似している。酒作りはすべて女性の手で行われる。周囲からかっけまと損すされる人徳備わった女性が担い手にふさわしい。反対に若い女性、特に目のこたすむは不上とされ、作業には加われない。酒の材料はピアッパカメンクが最良とされる。 まず大鍋で穀物を粥に炊き、人肌に冷めたところで麹を混ぜ込む。麹は、和人との交易で入手するほか、冷え、どんぐり、大場ゆりの球根を煮たものに、カツラの皮の粉末を振りかけて自生した。なお、アイヌ語で麹を意味する、言葉、形は、日本語の古語で麹を意味する言葉、カムたちと同一である。酒を仕込んだ、新とには、魔除けとして、 おきびを沈める。これは、アペフチの分身をいただくことで酒を、悪心から守り、仕込みの成功を祈る信仰である。さらに、魔置けとして、新床の上にタシロやエムを乗せた上で、カムイプやらの傍らに安置し、10日ほど置く。十分に発酵が進んだら先に仕込んだ消しずみおろに、返した後、もろみを、イチャリでこし、しらりを分離して完成させる。酒は、 酒ピサでかき混ぜて、エトうにとり、いたんに注ぐ。神に酒を捧げる際は、高い皿に乗せたいたんの酒に、イクパスイを浸し、イナウに塗りつける。イクパスイを介することで、人間界では一滴の酒が、天界には一たる分もの量になって届くとされた。アイヌにとって、酒は、神と共に、皆で味わうものとされる。一人での手弱酒はあり得ない行為だった。 静内町など、日高地方のアイヌには、津波の神は酒粕を嫌うとの伝承があった。そのため家の周囲に酒粕を巻き、津波よけのまじないとした。茶法の木の実、千字汁を飲用にする、茶といっても椿花の常緑樹、茶の葉を加工した飲料ではなく、冷たい気候の北海道に自生する好みや、蚊は、薬草の千字汁である。アイヌ民族は、国の枝や実 おまう国の川や枝、すむぬ葉、ききんにの川、はぽ、えんと、うぺう、ピっとく、むぬしを、せんじて、茶のように飲んでいた。また海岸により上がるチラスも、同様に使われた。カラフト地方では、ヌフ茶、オタルフニの削り花の綿、きなかをほにがせんじて飲まれていた。近代以降は、本州から移入された日本茶が広く飲まれるようになった。樹液白樺のみき。 樹液を引用とするほか、油分を含んだ樹皮は、灰で編み、松明として用いた。北海道に自生する樹木の中には、甘い樹液を蓄えたものもある。アイヌはこれら樹木の二枠化を、飲料や調味料に用いた。春先のカッパったにに傷をつければ、大量の樹液が流れ出す。この樹液を単二枠と呼び、周囲に水場がない場所で野営する際の水準の水に用いて、 いたが、この白樺樹液に刻んだシケペキナを入れて、風味をつけ、飲用とすることも行われていた。カラフトアイヌは、放置して固まりかけた白樺樹液に黒すぐりの汁を入れて発酵させ、酒を作った。北米の砂糖カエデと同じ種に属するトペニタバコをアイヌ語で、タンパクといい、和人との交易で、漆器や鉄製品、米、麺織物と共に入手していた。 ごく少数、アイヌ自らが栽培していた、といタたタンパクもあった。といタたは、畑仕事の意で、自ら栽培した、タバコという意味合いである。ホロベ別地方では、栽培しているタバコを、アイトイタタンパクと呼び、野生化したタバコを、ヤイトッカタンパクと呼ぶ。タバコは、刻んでからキセリに詰めて使用された。クッタ、ハッハ、ウペウ、エフルペキナを混ぜることもあった。 また、タバコの代用品として、オイナ・マッキナ、ハポ、リア・ハ、リア・エム、エフル・ペキナが使われることがあった。キセルは交易で入手するほか、中が空洞になっているラスパの枝で自生した、ニキセリもあった。アイヌの言い伝えでは、人間が好むタバコは神や妖怪もまた好むものとされていた。そこで二式の際はカムイにタバコを捧げる。また、 山の中でキムガイヌやミントチに遭遇した際も、タバコを差し出せば、悪さをされないばかりか、両運や宝物を授けてくれるという。パラパスイーロリを囲んでの食事風景。イザベラ・ワードのスケッチより、アイヌ語で食事を、イペという。ツイタチでの伝統的な食事回数は、クネワイペとオヌマンイペの1日2回であり、江戸時代後期に描かれた絵巻物。 エゾ整形図説の記述によれば、朝食は起床して一仕事を終えた後の四つから九つ字に取ったという。後の大正時代に溶けしいペが加わって1日3食になった。夜間の酒量などの檻は特別に訓令ペを取る。鍋で調理された料理はカスプですくい、異端器に盛り付けられる。この異端器は和人との交易で入手した漆器で、 4 0 0トルは入る大型のものである。湾に入りきらない大きな魚や肉の塊は、ヨシで編んだ敷物に乗せられる。串焼きの魚やしとは、手づかみで口に運ぶが、その他の汁物や煮物、粥は、パスイやパラパスイを使って食べる。これらはみなきを削って作ったものである。札幌市北区の北海道大学校内で、 発見された11世紀の遺跡から箸や木製腕が出土しており、パスイ、ペラ、プタ、パッチ、トキなど食に関わるアイヌ語の単語にはハ行がピーの音で発音され、ツの音がツだった上代日本語の名残が見受けられることから、食具の使用は殺問時代に遡ることが伺える。客人に対しては、主婦が一ペアンと言って進める。客人は社をのべ。 カムイ春のような貴重品ならば額まで捧げて、おしいただいた後に箸をつける。一方、家人のみの食事では何も言わず食べ始める。仕事などで家人が全員揃わなければ、欠席者の食事を取り分けておく。日常食のメニューはおはうが基本であり、おはうを食べ終えた上で作用をすすって口直しする。和食のように、品物もの料理を食前に揃え、取り混ぜて食することはなく、 一つの料理を食べ終えた上で、別の料理へと箸を移す。食器が大型なので食事は一つの碗に盛り切りとなり、何度もおかわりすることはない。食事が済んだら、食べ物に感謝を捧げる意味で、ふんなと一言言う。なお、エゾ成形図説によれば、魚の汁物に箸をつける際は、チエプトミカモイ、カユに箸をつける際は、アママトミカモイと一言となえ。 神に謝意を述べていた。だが、アタネなど素材類は、添え物とされ、カモイの範疇には入らなかったという。出された食事は、和人と同じく、残さず食べるのがマナーである。食事の最後には、ワの内側を指で丁寧に拭い、残った汁気を舐める。そのため人差し指は、イタンキ、ケムアシケッペの名で呼ばれている。アカンコタンのアイヌ料理店のメニュー一例。 左から湯を張う、目粉、甘いままで述べてきたアイヌ民族の食生活は江戸時代後期から明治初期頃までの例である。以降は明治時代に本格化した開拓事業やエゾしか大量死などの自然災害などによって量の獲物も腹を満たすほどには得られなくなった。現在のアイヌ民族は周囲の和人とほとんど差のない食生活を送っている。 しかし山間部に住むアイヌ民族にとっては、春の山菜狩りは今なお一大イベントである。先祖と同じく餃子ニンニクを大量に採集し、おひたし、酢味噌あえ、卵とじ、醤油漬けなど、馬人の調理法を取り入れて賞味している。前述のおはウは味噌を加えられ、味噌汁と同化したが、それでも食生活の中では重要な位置を占めている。ラタシケプは、ジュー 魚油の代わりにバターを使用し、ポテトサラダ風になって、現在でも親しまれている。ミキサーを使って、大馬ゆりの球根をすりつぶし、抽出した澱粉を、中華料理や、コーンスープのとろみ好きに使う例もあるという。アイヌ料理の伝統は、形を変えつつも今なお伝承されているのである。現在の北海道で、アイヌ料理は、アカンコハンの観光コタンなどで味わうことができる。また、 居酒屋チェーン、うまいものいっぱいローハにほヘとは、チェップオハウト、チッポロイモー2016年5月から、札幌市と石狩市の店舗で提供している。アイヌ料理が、駅弁などとして、イベント的に、期間限定で販売、提供されることもある。東京都にも、レラチセというアイヌ料理店が1994年から2009年11月まで、営業していた。 2011年5月22日から新宿区百人町に春頃が営業している。ありがとうございます。